はい、今日の企画はですね、バイトのカンタが経費を使って焼肉を食べたらうちの社長はどういう反応をするか検証ドッキリです。いいんすか、本当に。いいよ、いいんすか。だってさ、年末年始、はい、シフト頑張ってん、はい、だから経費使って焼肉食っていいっすか、言ったやん。まあそう言ったな、はい。っていうことで、まあそれをもういいよと、もう企画にするからもうそれはいいよと。で、その代わりまあオーナーに持っていくまでをちょっと動画にしようっていうことで、まあどういう反応するかっていうね。あ、まあだからまあ簡単曰く、そこでオーナーの器が試されるって言ってたんで。そんなこと言ってない。それは言ってないって思うやろ。そう思う。いや思わない。って思うやろ。いや思わない。正直に言う。まあ思いますね。やろ。で、あんだけ自分が年末年始頑張ってるのにそんなにで怒るんかって思うやん。めちゃくちゃやん。思うやん。そんなんありますよ。思うやん。ではそれを今日検証していこうっていう、はい、なので今からあのまあカンタは経費でお肉をいっぱい食べてもらって。いいんすか、本当に。いいよ、全然いいんで。めちゃくちゃ食いますよ、うん、いいんですか。いいよ、それもお前頑張ったと思うやん自分で、はい、だから全然食っていいと思う。でそれをまあ食べて、その領収書を持って、はい、まあ、これで食べてきましたっていうお店の経費で食べてきましたっていうまでを、はい、今日は撮影していこうと思います。マジですか。っていうことで、まあ、早速焼肉を経費で食べていこうと思いますので、レッツゴー。はい、ということで今日の焼肉屋さんはこちらの牛鍋さんに行こうと思います、はい、ここも西武8階のお店です。はい、到着しました。しましたね、いよいよ。もう好きにメニュー選んでもらっていいんですか。いいよ。でも一番やっぱこれじゃない、牛鍋の名物という。食べたいですね、肉寿司食ってみたいな、うん、それでいこうか。2300円。はい、行きましょう。回してください。いいですか、はい、いいですか。いいよ。はい、これ注文できました。楽しみやな。楽しいです。じゃあ、はい、ということで料理が到着したんで、はい、食べてください。いただきます。僕はこれ自分のお金で食べます。いただきます。いただきます。牛鍋さんの冷麺はめっちゃ美味しいって有名らしい。あ、美味しいですね。うん、うまっ。うまい。うめえな。肉いただいていいですか。はい、どうぞ。うめえ。やっぱ経費で食うと違いますね。経費で食う肉は、ね、最高っすね。うまい、うまいっす。これオーナーがどう見るかよ。ぶち切れながら見てると思うよ。ではいただきます。どう。うまい。溶けますね。溶けてる。経費がなくなっていく感じで溶けてますね。クズやね。食べた？食べました。美味しかったです。キーヒデの焼肉、ごちそうさまでした。社長、ごちそうさまです。はい、というわけで、カンタがね、キーヒデ、まあ、念願の焼肉を完食したので、まあ、今からお会計して、領収書を持って、まあ、オーナーのところに行こうと思います、はい、これはガチのキーヒデ、やらせなしなんで、これですね。これを今からオーナーに渡して、いただきましょうか。行きます。はい、ということでオーナーのいる場所に着いたんで、早速行こうかなと思います。マジで行くんですか。行くよ。領収書持ってって、まあ、オーナーがどういう反応するのかっていうのを今から早速検証をしていきたいと思いますので、はい、怒らんかもしれんからな、器が大きければ。そういう問題じゃないでしょ。器とかの問題じゃないですよ。でもカンタさっき、そんな器の大きいやつじゃないやろあいつはみたいな言ってない。めちゃくちゃや。そんなこといつ言ったよ俺が。ほんま、わかったわ、これ落ちなくて。やったら、女はめちゃめちゃ器のでかい人でしたって言えばいいや。ないな、そんな器のでかい人おらんやろ。そんな器のでかい人おらんやろ。まあ、そんな言う問題でね。今ディスになります。そんな器のでかいやつじゃないやろって。違う、人おらんやろ。そんなこと言ってないやろ、めちゃくちゃディスりまくってるでな。やべえってもうって言ったで、カンタの期待を裏切ればオーナーは器が大きいってことやし、カンタの予想通り器がちっちゃいやつやなっていうので終わるかもしれんしな。でカンタの期待を裏切れたらいいな、オーナーが。そうっすね。
そうですね。ってことで、どうなるかちょっとわかんないんですけど、早速今から行きましょう。カンタが持っていきますので、はい、お楽しみください。カンタ、頑張れ。緊張してる？やばい。で、総理方からの経費やで、てか、別におめえがこれマジ決めえよ。別だよ。お前が先に言わなあかんねん。普通に考えたら。いや、こいつ何も知らんで、経費やと思って伝えるとかって、そういう、ほら、若い子らに伝えるけど、おめえがちゃんと言うよ、この人。事前に。簡単な意向で検証じゃないけど、いけるかどうか。はい、ということで今すごいピリピリしたムードになってると思うんですけども、これ実はカンタへの逆ドッキリです。オーナーも全部もう知ってます。経費を使ってご飯を食べるっていうのも全部オーナーも知ってる上での逆ドッキリなんで、で、なんでこれしたかっていうと、カンタが年末に、経費使って焼肉食べていいっすかっていう、そう、調子乗ったね。許せんやん、同じバイトとして。うん、ダメ、うん、ダメ。ちょっと調子乗った発言をしてしまったんで、まあ、食べさせる代わりに、まあ、飴とムチといいますか、要望通り経費での焼肉は食べさせたんで、ムチの方も入れておこうかなということで、やりました。なんで、この後また、オーナーがめちゃくちゃ怒るクライマックスがあるんで、それを最後楽しみにしてください。ということで、また続きを、どうぞ。お前、事前に言えよ。舐めてるやろ、こんなの。ちょっと前にドッキリで、なんか、やったけどさ、別にあれだって冗談じゃねえやろ。半分ドッキリ、半分本当してたろ、うちの付き合ったとか。お前、最近ちょっとそれもあかんぞ。じゃあ、お前。慣れてきてると思う。これ落としやすい。全部に届けばいいんだよ。アホだろ。逆ドッキリ。逆ドッキリ。いや、鉄さんに怒ったからこれ勝ちやでも発端はやっぱカンタが年末年始頑張ったで、
焼肉食っていいですか、経費でって言ったのがやっぱ始まりやで。いや違う、冗談じゃないですか。それ言ったお前が悪いよ。じゃあ年末サマ作ってて、あー冷麺食いたいですね、経費で食いに行っていいですか。言ったよね。今度はお前2000何ぼのお前焼肉ランチぐらいでどうやって切れろってよ、これ。めっちゃ頑張ってくれてて、あの一番あの可愛がってるのに。可愛いね。神田のこのドッキリのおかげで、うちの実際に予約が入ってきてる。神田の指名で。なかなかないことやる。なんか、まあ、感謝のメッセージみたいな。まあ、いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。まあ、これからも多分ドッキリ来ると思うんで、その時また、まあ、笑ってください。以上です。